日本語大好きです。あ、いいですね。私、日本へ行きたいです。私も行きたい。行きたい、働きたい。働きたい、国際交流基金 JF が派遣する生活日本語コーディネーター。東南アジアを中心とした教育現場で日本での生活・就労を目指す日本語学習者の支援を行っています。あくまでサポートに徹する業務が多いんですけども、日本語教育、それに関わることで毎日いろんなチャレンジができて、その中でいろんなスキルが身についていくことですかね。現地の日本語教育の現場で欠かすことのできない仕事、陰で支える生活日本語コーディネーターとは。経済成長を続けるカンボジアの活気あふれるエネルギッシュな首都です。王宮や寺院が残る中、近代的な高層ビルも立ち並び、日々刻々と変化しています。その日本語がきちんと入っているかとか。この町で生活日本語コーディネーターになって2年目の荒屋敷さと子さん。教育ではないんですけども、日本に行ってそのどういうふうに、そうですね。で最後にこう PR。生活日本語コーディネーターは JF 日本語専門家の統括のもと、現地スタッフとも協力し、現地の日本語学習環境の整備活動に従事しています。その内容は在留資格特定技能1号で来日を希望する日本語学習者に向けて開発された教材の広報・普及や、国際交流基金日本語基礎テスト JFT ベーシックの広報に加えて、日本語教育機関の実態調査・支援などを行っています。荒屋敷さんは主に日本語を学ぶための教材の広報や普及活動を担当しています。この日は教材の PR 動画の制作です。今、この彩りという教科書のその PR のための、ドラマを制作してまして、その第一ドラフトが出てきたので、そのチェックをしてます。彩り生活の日本語は国際交流基金が開発した教材です。これから日本で働いたり生活をしたりする外国の人のために作られました。その教材をたくさんの人に知ってもらおうと、さまざまな形で広報活動を行っています。動画コンテンツを作る、それが出来上がった時とか、あと教材グッズを作る、それが手元に届いた時とか、やっぱりイメージしたものがはっきり色になって形になってもらった時っていうか、見えた時すごい、はい、嬉しいですね。作業は現地スタッフや日本語専門家らと共に考えて進めます。よりよく日本語を学んでもらうために、どのような教育方法が適しているか、カンボジアに適したアプローチの仕方を模索し、資料の作成や副教材の作成などを担います。すいません、発注してなかったんですもんね。すいません、そうですよね、発注してないんですもんね。これのインボイスもらって、インボイスもらってってことですよね。すいません、私手にしてます、はい、あ、お願いします。いいんじゃないですか、こういうの。なんか医療とか、荒屋敷さんのそばには心強い仲間もいます。
外部との折衝や各種業務の調整などを担当する現地スタッフのソピアップさんとケムバンディットさん。現地スタッフとのコミュニケーションは仕事をする上で欠かせません。私新入社員で去年の6月入ってたんですけど、何でも相談できるということですね。仕事でもそれ以外でも、例えば日本語の添削でもすごいいろいろしてくださって本当に感謝しています。どんなことでも相談できるんですね。とてもなんかオープン派の方 で明るい方ですね。いつも笑っています。これ面白い、はい、うん、これはちょっとかわいそうなんですよね。荒屋敷さんは以前ロシアで日本語教師をしていました。今度は教師をサポートする立場で日本語教育に携わりたいと思い、生活日本語コーディネーターの道を選びました。日本語教師の経験を生かしつつ、いろんな仕事をしてみたかったという気持ちがあったんですけども、ここに来る前に、いわゆる JICA ボランティアの、訓練所のスタッフをしておりまして、そこで、自分がこれまでこう日本語教師として前に出て、教えてきた、経験とまた違って、いろんな、国の、言語の先生方 の、 サポートをするという前に出る人たち の、 その、舞台を作る仕事っていうのがなんか自分には結構新鮮でですね、楽しいなと思ったので、生活日本語コーディネーターという、業務がその時見た仕事内容が、それに近かったので、こちらに応募させていただきました、はい、生活日本語コーディネーターとしてカンボジアに赴任した荒屋敷さん。初めて訪れる国でしたが、暮らしやすく街の雰囲気にもすぐに溶け込めたようです。すごい楽しいですね。時間があれば散歩してますね。暑いので、時々飲み物を買いながらカフェとかなんかショップに入ったりとかしながら、いろんなものを見て楽しんでます。ランチはお気に入りのお店へ。大好きなローカルフードがあるんだそうです。クイテウっていうライスヌードルですね。ベトナムのフォーよりもっと細い春雨みたいな麺なんですけども、ここは美味しい。結構外食が多いんで、ここは週3くらいで、はい、来ます。すっごい都会な部分と東南アジアのごちゃっとしたところがなんか本当に混ざってて混沌としてるんですけど、なんかそれがなんかいい、逆にいいですね。今からですねセミナーがあるんで、はい、そこに向かいます。普段は彩りの PR が中心の荒屋敷さん、この日は実際に使っている現場に立ち会います。野球したことがありますか？はい、野球したことがありますか？はい、丸人スイーは何ですか？レストラン、レストラン、アジアレストラン行ったことありますか？真剣に彩りで学習する参加者たちを見て安心する荒屋敷さん、自らも前に出て関連イベントの PR をします。最後にですね、ジャパンファンデーションからのお知らせがあります。生活日本語サロンという日本語の先生のため
ための、 交流会があります。日本語の先生たちが集まってですね、おしゃべりをするという本当に気軽なリラックスした会になってます。もし休憩時間、セミナー参加者の輪の中に入ります。やはり気になるのは教材の彩りが学習者にとって使いやすいものになっているかどうかということでした。自分で勉強しますか？自分ですごー自分で勉強します。彩り、そうなんですね。どうもありがとうございます。本当に日本語はどうですか？日本語？大変ですね。そうですよね。大変ですよね。でも日本語大好きです。いいですね。どうして日本語を勉強しますか？私日本へ行きたいです。私も行きたい。行きたい。働きたい。生活日本語コーディネーターっていうポジションっていうのはあくまでサポートに徹する業務が多いんですけども、その中で、いろんな専門性を持つ方々と接して、その方々から仕事をいただいて、それが毎日勉強になるので、そこをすごく生活日本語コーディネーターのいいところというか面白いところだと思います。はい、生活日本語コーディネーターには他にも役割があります。それは現地の日本語教師の育成や教育機関をサポートすることです。こちらは2020年に開校された特定技能等を活用し、日本での就労を目指す学生を対象とした日本語学校です。この日は日本語学校の日本語教師に向けて、彩りを使った授業の進め方を習得するためのセミナーが行われています。皆さんの意見と日本人の意見、日本の文化ですね。講師を務めるのは同じく生活日本語コーディネーターとして派遣されているとちまる花尾さん。先生方に彩りを通しての日本語教育の普及ですね、スキルアップだったりとか、先生方にやりがいを持って日本語を教えてもらうっていうアプローチをすることにすごくやりがいを感じています。もう一人の竹原和代さんは、日本で長年の会社勤めの後リタイアを前に日本語教師の資格を取得、生活日本語コーディネーターになりました。第二の人生どうしようかと考えた時に、もともと教育学部出身でしたので、何か自分のバックグラウンドを生かせるポジションはないかということで、こちらに応募させていただきました。まさに人生の彩りを考えた上で生活日本語コーディネーターの道を選んだ竹原さん。この日ショッピングモールでは大きなイベントが行われていました。そこには荒屋敷さんの姿が。大勢の人が集まるこのような場所で日本語授業を PR しています。本当に毎日いろんな大きい仕事から小さい仕事までいろいろあるんですけども、日本語教育、それに関わることで毎日いろんなチャレンジができて、その中でいろんなスキルが身についていくことですかね。ここカンボジアでの仕事を通じて荒屋敷さん自身にも変化があったようです。カンボジアに来て生活日本語コーディネーターをやってみて、自分に自信がついたと思います。もともとそんなに自分に専門性があるとか、何かどっかの部分が
に自信があるとかそういうんではないんですけども、まあ、こっちに来ていろいろチャレンジしてみて、まあ、自分は結構まあいろいろと、まあ、できるかなっていうそういう自信がつきました。はい、意外と、はい、やればできる日本に帰ってからの目標についても聞いてみました。地元に帰ったら地域の人とあと、まあ、外国人材をつなぐなんか仕事ができればいいなと思ってます。やっぱり私は本当にあの田舎生まれなんですけども、地方の人とか好きですし、でその地方のいいところをあの外国の人にもまあ知ってもらいたいなと思うんで、そういう絆を深める仕事ができたらいいなと思ってます。海外で日本語教育を舞台裏で支える生活日本語コーディネーター、日々のチャレンジの中で荒屋敷さんが見つけた新しい自分、それは